トルクメニスタンの国章。中央日本酒が描かれている。アハルテケはトルクメニスタン原産の馬の品種で、同国の国章にもあしらわれている。スピードと長距離の持久力で知られる黄金の馬は過酷な気候に適応し、現存する最古の馬種の一つと考えられている。現在世界で約3500のアハルテケがトルクメニスタン。 ロシアの他ヨーロッパ、オーストラリア、北、アメリカ、日本でも育成されている。この品種はロシアで人気となり、国立牧場で育成繁殖が確立した。多くのアハルテケが北コーカサス山脈のテルスク牧場で生産され、後にダゲスタン牧場にヘッドブリーダーのウラジミール・ペトロビチ、シャンボラントウラジミール・ペトロビチ・チャンバントと移った。 犬と遊ぶアハルテケ、スケメゲのアハルテケ。長い耳とアーモンド型の目に注目。アハルテケは通常体構14.2ハンドから16ハンドで鮮明な金属光沢のある金色の瓦の毛や月毛の個体で有名である。しかし他の毛色も認められ、影、青毛、栗毛、スケメ毛、足毛も発現する。アハルテケを最も明白に定義づける特徴は、 その紐の自然な金属光沢である。きらめきは特に明るい影や、月毛、瓦の毛で見られる。この色パターンは、砂漠でのカモフラージュとして機能したと考えられている。瓦の毛と月毛を生じさせるクリーム色遺伝子が、時に、透け目毛を生じさせる希釈遺伝子となっている。アハルテケは、薄鼠毛あるいはカス毛遺伝子は持たないと考えられている。 アハルテケはまっすぐか、わずかに突面の素晴らしい頭部と、長い耳、アーモンド型の目を持ち、縦髪と尾は、通常まばらである。長い背中は軽く筋肉質で、平らな尻と長く直立した首につながっている。アハルテケは傾斜した肩と薄い皮膚をしていて、強く丈夫で、申し分のない獅子を持っている。胸は深く、 グレーハウンドの馬版とも言うべき細い体プと強角がある。これは長距離の持久力のために改良された馬に特有の形態である。アハルテ家は活発貧瘡で一人の人間にだけ懐くと言われている。この品種は十分な食物や水なしで生活しなければならないトルクメニスタン地方の過酷さに適応しタフで丈夫である。これはこの馬を スポーツ向けにもした。1935年、トルクメン人の機種団がアシガバートからモスクワまで2500マイルを84日で、走破したのが示したように、この品種には大きな持久力がある。この航路には235マイルの砂漠を含んでいたが、水なしで3日で横断した。アハルテケは、障害飛び越し競技場としてそのフォームと、優美さでも知られている。 古代トルクメンのアハルテケ馬、聖堂、紀元前4から1世紀。最も有名なアハルテケタネボバ、ボーイの B1885 メールクッシュ B1909 個の品種の祖先は、多くの名で呼ばれるが通常、ニサヤンダネ、ね、ニサヤン、ホースとして知られる3000年前に生息していた動物に遡れる可能性がある。しかしながら、およそ西暦1600年以前には、 現代的な意味での馬の品種は存在せず、地域ごとの系統やタイプで特定されていたので、正確な祖先をたどるのは困難である。いくつかの説によると、アハルテ家は彼らの部族民に隠されていた。この品種が最初に出現した地域、トルクメニスタンのカラクム砂漠は、山に囲まれた岩が多く平坦な砂漠である。しかし他の説では、この馬は十三。 14世紀のモンゴルの侵略者の馬の子孫であると主張している。この品種はかつて近隣のイランで飼育されていた絶滅したトルコマンシュタークマンホースと非常に類似している。一部の歴史家はこの2つが同じ品種の異なる系統であるとみなしている。影響力のあるアラブ種がこの品種の原型でもあったのか あるいはこの品種から発展したのかという、卵と鳥の問題が論じられている。いわゆる、恩結種、アラブ、トルコマン、アハルテケ、バルブがすべて、一つの、東洋種の祖先から発展したという可能性もある。当初トルクメニスタンの部族民は、襲撃のためにこの馬を用いた。彼らは、選択的に馬を育成し、公費を通じて、血統の記録を残した。 この馬は、ロシア人に、アルガマク、アカマックスと呼ばれ、遊牧民に大切に育てられた。1881年、トルクメニスタンは、ロシア帝国の一部となった。部族は、チャーと戦い、結局敗れた。ロシアの将軍クロパトキンは、部族民との戦いで見た。 この馬へ愛着を抱き、アハルオアシス近辺で暮らしていたテケトルクメン部族との戦争の後に育成牧場を設立し、この馬の名前をアハルテケに変えた。1941年、ロシアで287の種ボバと468の繁殖品馬を収録した最初のスタッドブックが出版された。アハルテケはおそらく三大子祖の一頭バイアリータークを通じた。 サラブレッドなど、数多くの品種に影響を与えた。リスターターク、リスターターク、ホワイトタークホワイトターク、イエロータークイエロータークとして知られている3頭の他の種ボバもサラブレッドの基盤に貢献した。またトラケナーもアハルテケに影響されている。特にシュボバ、トルクメンアティタークメンアッチは、ロシアの品種ドンダンブジョーンヌイブヤニー、カラバヤカラベア、 カラバフカラバフに影響を与えた。地元のトルクメン人は食べることを拒否したが、ソビエト連邦は食肉用の虐殺を要求し、この品種は大きな打撃を受けた。わずか1250頭の馬だけが残り、ソビエト連邦からの輸出は禁止された。トルクメニスタン政府は現在、馬の育成プログラムのために、数頭を競売にかけるたは、 外交上の贈り物にこの馬を使っている。中央アジアでは、ボバの虚勢は行われていない。20世紀初頭には、早い長距離競争馬の作出を意図して、サラブレッドとアハルテケの交配が行われた。しかしながらアングロアハルテケは、先祖のアハルテケほど丈夫ではなく、その多くが、中央アジアの厳しい気候のために死んだ。 純血種が継種より非常に良い結果となった1935年のアシガバートからモスクワへの2600マイル耐久レースの後、スタッドブックマネージメントは1936年以降に生まれたすべてのコ座ザ場を純血種と認めないことを決定した。その日以前に生まれたサラブレッドを祖先とする馬は、スタッドブックに残すことが認められた。 1973年以降、純血を保護するために、すべての子馬は、スタッドブックへの受付に、血液型判定が義務付けられた。スタンダードタイプの馬を産出しない、シュボバは淘汰される。スタッドブックは1975年に、クローズドとされた。障害飛び越し競技でのアハルテケ古代品種の遺伝的優位のため、アハルテケが、新しい品種。 ごく最近のネズパース種ネズパースホースを開発するために使われた。アハルテケはその自然の運動能力のために偉大なスポーツホースとなり、ババ馬術、障害飛び越し、馬術競技、競争、エンデュランスの常用に適している。そうした偉大なスポーツホースに、アハルテケボバーブセントアブセントがいた。ローマでの1960年夏季オリンピック大会において、 セルゲイ・フィラトフの起城でバババ術に勝利したのは8歳の時だった。1964年東京オリンピックでは再びフィラトフと銅メダル。1968年メキシコオリンピックではイバン・カリタとソビエトチームに金メダルをもたらした。いくつかの遺伝子疾患がアハルテケブリーダーに懸念される。 この品種の遺伝的多様性は30-50%、アバックと比較的低く、これら形質の保有個体の増加への対処や、インブリーディングによる衰弱への若干のリスクにさえ、懸念を引き起こす。現在のところ、これらの状況に対する DNA 鑑定方法は存在しない。ありがとうございます。